職作業で徹夜続きだったので、こういうお気遣い嬉しいです。クリスマス落語を楽しんでもらえるよう頑張りますね。クリスマス落語の本、実に難問。どうやってクリスマスを古典落語の中に取り入れればいいか、なかなかいいアイデアが浮かんできませんな。クリスマス、クリスマス、クリスマス。そもそもクリスマスって何でしょう。おお、どうしたクマさん、そんな浮かねえ顔して。おお、ハッツァンかい。何か悩み事でもあるのかい。悩み事っつうか、ハッツァンはクリスマスって知ってるか。栗と酢とマス、なんだか食い合わせが悪そうな食い物だね。食い物じゃないんだ。クリスマスってのはキリストの降誕祭で、バテレンたちが12月に祝うお祭りみてえなもんなんだ。おお、祭りか。そいつめでてえじゃねえか。めでてえもんなんだけどよ、おいらにはいまいちよくわからねえんだ。何がわからねえんだい。クリスマスにはな、ケーキってもんを食べたり、賛美歌を歌ったり、贈り物を交換したりするらしいんだが、どうして神様の誕生日にわざわざそんなことをするんだろうな。その贈り物ってのは神様に備えるのか。いや、自分たちが欲しいもんを贈り合うんだ。神様の誕生日に？あ、そいつは神様が嫉妬しちまいそうだな。あ、クリスマスについて考えすぎて、いつの間にか脳内落語をしていました。はぁ、考えれば考えるほど、どんどんクリスマスがわからなくなってきましたね。ゆっこ、おかえり。ただいまです。お茶でも飲む？ありがたいですね、いただきます。そうだ、クリスマスのことルイに聞けばわかるかも。あの、ルイに聞きたいことが。何？クリスマスのことなんですが。そうそう、先輩たちへのプレゼント何にするか決まった？ああ、そのことで。ゆっこのことだから、まだ探してないんでしょう。いい？プレゼント選びのコツは、相手をよく見ること。相手がどんな時に嬉しそうな顔をしてるのか、よーく観察することが大事なんだよ。観察力は、演技にも役立つことだから、ゆっこも頑張ってプレゼントを選んでね。はい、お茶。ありがとう。あ、そのプレゼントに疑問があって。疑問？どうしてクリスマスにプレゼントを交換するんでしょう。え、クリスマスは神様の誕生日ですよね。神様にではなく、人同士でプレゼントをする意味合いがよくわからないんです。クリスマスにプレゼントを贈り合う理由？そんなことを考えたこともなかったけど。私の考えすぎかもしれませんが、どうしてなのか気になりまして。あ、例えば日本の場合で考えてみるとどうかな。日本？うん。私たちは神社に行ってお祈りをする前に、賽銭箱にお金を入れるでしょ。はい。その時、私たちはお金じゃなくて神様へのお祈りとか感謝の気持ちをお供えしてるのはわかるよね。はい、それはわかります。神様が欲しいのはお金じゃなくて、神社に来てお祈りをする人の心でしょ。クリスマスも同じなんじゃないかな。私たちがみんなでプレゼントを贈り合うことで、人を思いやったり親切にしたりする心を神様にプレゼントしてるんじゃないのかな。なるほど、その心を贈り合う特別な日がクリスマスだと。うん、私はそう思うけどな。それでガテンがいきました。
ありがとうございます。ゆっこの疑問が解けてよかった。あ、これから買い物に行くけど、ゆっこは何か欲しいものある？いえ、欲しいものは今手に入ったので、大丈夫です。そう？何かあったら連絡してね。行ってきます。はい、行ってらっしゃい。クリスマスも分かったことですし、脚色作業に移りましょうかね。そういえば、バナナさんからサンタの衣装を預かってるんでした。幸い誰もいないことですし、ちょいと着てみましょうか。なるほど。江戸時代にこんなキテレツななりをしていたらびっくりされるでしょうね。ほっほっほ、私はサンタクロース。どんなにセキュリティレベルが高い家でも大丈夫。すんなり入ってプレゼントを置いて逃げますよ。ほっほっほう、良い子の君にはゆゆこ特選落語 CD を。ごめん、スマホ忘れ。え、プレゼント。なにその格好。見られてしまいましたか、サンタさん。かくなる上は。なんでサンタさんの格好をしてるの？夢です。え、これは夢です。ん、ルイは今夢を見てるんです。ゆこ、夢です。あ、うん。買い物行かなくてもいいんですか？あ、行ってきます。はい、やれやれ。さすがに夢で押し通すのは無理がありましたが、この感覚は脚本に使えそうですね。さて、脚色作業に移りましょう。古典を作り変えることはとても難しいことですね。でも、勇気を出して一歩踏み出したら、新しい景色が見えてきました。私の脚本をバナナさんやジュンジュンさん、マヒルさんが待っています。早く完成させて、今の私たちができる最高の落語をお届けしたいと思います。どうぞご期待あれ。皆様、ようこそおいでくださいました。今日はクリスマス落語芝浜の稽古に入る前に、落語の入門講座を行いたいと思います。はい、先生、よろしくお願いします。それでは早速。話し家にとって何よりも大事なものはこの扇子と手拭いです。話し家はこのたった2つの小道具で何百とある話を演じていくわけなんですが、例えば扇子を箸に見立てて蕎麦を食べるときは、扇子の要を下にして右手に持ち、左手は丼を持っているような手の形を作ります。これでちょいとを演じてみますと、おお、来た来た、早いね。そばはこうでなくっちゃな。うまい、出汁が効いてるね。鰹節のいい香りだ。寒い夜にはぴったりだよ。うまかった、ごっそうさん。まあこんな感じで演じるんです。すごい、扇子一本で手に持った丼もおそばも見えたよ。もっと上手い人だと、冬の寒い夜にポツンと行灯が灯る屋台まで表現できるんですよ。なるほど。先生、
他にはどんな表現があるんですか？扇子で言うと、筆に見立てて文字を書いてみたり、扇子の先に口をつけてキセルに見立ててみたり、扇を開いてぐいっと飲み干せば杯になります。わあ、面白い。扇子は効果音代わりにも使ったりしますよ。こうやって要の部分で床を叩くと、あたいだよあたい、早く開けてくれと、こんな感じに扇子の使い方はたくさんあります。じゃあ手ぬぐいはどんな時に使うんですか？手ぬぐいは財布や手紙、証文を見立てるのに使われますね。あとは手ぬぐいを握って持ちながら皮を剥くと、あ、ちょちょちょ、焼き芋にもなります。落語って何もない空間に演者の仕草や表情だけで世界を形作っていくんだね。はい、だから一人前の話し家になるには何年も何年も厳しい修行が必要なんです。先生、質問です。はい、バナナさんどうぞ。話し家さんって一人で何役も演じるよね。あれはどうやって演じ分けてるんですか？そうですね、簡単にご説明しますと、バナナさんは歌舞伎を見たことはありますか？うん、何度かあるけど。歌舞伎の舞台では主役や位の高い人物が上手にいて、脇役や位の低い人物が下手にいることが多いんです。だから落語でも二役を演じるときは、位の高い人物が下手に向かって話し、位の低い人物が上手に向かって話しかけると演じ分けができるんです。話し家さんが右を向いたり左を向いたりするのはよく見るよね。はい、これを紙芝を切ると言います。これがうまくできないと誰が喋っているのかわからなくなって、お客さんが混乱するんです。でも目に見えない人物に語りかけるのって難しそう。修行中の前座さんは出囃子に使う太鼓のバチを人物に見立てて練習するらしいですよ。そうなんだ。相手がどの距離にいるのか話しかける目標を作るんです。例えばこんな感じに、おーい貞吉、貞吉や、お呼びでございますか、ご隠居様。お呼びでございますか、ではない。ほらこっちに来なさい。何をしていた？どうも。どうもじゃない、お前はまたうたた寝をしていたな。ご隠居様、うたた寝じゃありません、熟睡です。とおなじみ茶の湯出だしの一席でした。ゆゆこちゃんすごい、ご隠居様と貞吉さんの二人が会話してるように見えたよ。ありがとうございます。よし、私もやってみようかな。バナナさん、それはただの首の運動ですね。先生、やっぱり難しいです。でも表現力の練習になりそうだし、ますます落語にはまっちゃいそう。深淵なる落語の世界にようこそです。